細川頼元は、室町時代の武将、守護大名。室町幕府四代官僚、小侍書士、侍所頭人。摂津国、土佐国、佐向国、秋国、丹波国守護。通称は三郎。官位は右馬之助、十四位下、右京大部。細川慶長屋七代当主。細川頼春の子として誕生。幼名は、聡明丸。 署名はより後よりに改名。兄、よりゆきの官僚就任に伴って、その補佐に勤め、文中三年、王安七年に、摂津守護に就任、南朝から北朝に降った、楠木正則の救援で、河地国へ下校したり、橋本忠徳政党に向かっている。天寿五年、攻略元年に、兄が、 柴義行を中心とする攻略の政変で失脚すると、摂津守護を解任され兄と共に四国へ下るが、翌天寿六年、攻略二年に、兄が三代将軍、足利義満から赦面されると、孔和元年、英徳元年に上落して幕府に出資、後和三年、英徳三年に、摂津守護に復帰した。元中八年、明徳二年に、 柴義行に代わり官僚となり、同年の明徳の乱で兄と共に参戦、恩賞として、翌元中9年、明徳3年、に、丹波守護となった。同年の兄の死で、と佐、佐ぬも領有、四カ国の守護となった。明徳4年に官僚を辞任、大英2年の義光の出家で共に出家、大英4年に死去。去年五十四。 法名は妙科院春林本栄。頼元以後、細川慶長やは三官霊の一つとして、室町幕府の官僚を務める家柄となり、当主は、下二十四院下う兄弟部に代々任せられるようになる。兄、雷雄の末裔である、細川森弘は、頼元の女系子孫である。ありがとうございます。